MH チャンネルです。今回の動画はワンちゃんと猫ちゃんの熱中症についてお話をしていこうと思います。今回お話しする熱中症についてはですね、この MH チャンネルの一番初めの動画で取り上げておりますので、そちらをご覧いただいてない方はですね、一番初めの動画でしたので、僕もまだ真面目な口調でお話ししている貴重な動画になっておりますので、合わせてご覧いただくとよろしいかと思います。今回お話しすることはですね、サクッと熱中症の大前提、状況と症状、応急処置の順番、この3つについてお話をしていこうと思います。それでは本題に参ります。まずはじめにですね、今回お話しする熱中症の大前提として覚えておかなければいけないことはですね、熱中症にかかったらですね、自然には治りません。ですので当然お家で様子を見ていても絶対に治りませんので、熱中症を疑うような症状があった場合に一番大切なのはですね、すぐに応急処置に移ることなんですね。例えば、お家の子が下痢をしているだとか吐いている時には、あ、昨日何か変なもの食べたかなとか、あれが原因かなっていうふうに原因をどうしても考えたくなるんですけれど、この熱中症に関してはですね、少しでも熱中症が頭によぎったらすぐに処置をすることが大切になってきます。ですので熱中症になりそうな状況と熱中症の症状をしっかり把握しておいてですね、それらのどちらも当てはまるようであれば、今その子に起きていることは熱中症だっていうふうに判断をしてあげて、急いで治療を開始してあげることが大切です。熱中症を起こしうる状況と熱中症の時に起こりうる症状についてのお話なんですが、まずは状況についてのお話ですね。具体的にはですね、暑い日外に長時間いたりですとか、夏にですね冷房の効いていない部屋に長時間いたりですとか、日中にですね車内ですとか密室状態の中にいたりですとか、こういうような時にですね熱中症を発症しやすいです。もっともっと具体的にお話をするとですね、飼い主さんがですねお仕事やお出かけをして帰宅後、熱中症の状態で発見されることが多いですね。熱中症っていうのはですね、たった 1,2 時間の間でもですね、こういうような状況下になってしまいますと発症リスクがありますので、十分注意していただくとよろしいかと思います。で、次にですね、熱中症を疑う症状についてですが、3つだけ覚えておいていただくとよろしいかと思います。ぐったりしているとか、体が触って熱いですとか、呼吸が荒い、この3つがすごく大切になってきますね。熱中症を疑う症状はですね、この限りではないんですが、まずはこの3つだけでも覚えておいていただくとよろしいかと思います。お家に帰ってワンちゃん猫ちゃんぐったりしているとものすごく心配ですよね。ですのでその時にパッと思い出せるように、この3つだけでも覚えておいていただくとよろしいかと思います。ですので先ほどお話ししたような状況と症状、これらがですねそれぞれ1つ以上ハマっているようであれば、イコール熱中症っていうふうに考えてあげて処置に入っていただくとよろしいかと思います。で、実際にですね、先ほどお話しした状況ですとか症状が当てはまる場合には、まずはですね、徹底的に冷やすことですね。やはりここでももう一度お話をするんですが、皆さんにとって大切なのは原因の究明よりも処置をすることですね。先ほどお話ししたような熱中症を起こしうる状況と熱中症の時に起こしやすい症状が両方とも1つ以上当てはまる場合には、まずはじめに水に濡らしたタオルを巻いて扇風機を当てておいてください。で、その次にですね、保冷剤を取りに行っていただいて、首だったり脇、お股ですね、太い血管があるこの3箇所を必ず冷やしてあげてください。で、そうしている間にですね、かかりつけの動物病院に電話をしてアドバイスをいただいて、すぐに動物病院へ向かうようにしてあげてください。シンプルです。もうこれだけですね。大切なのはとにかく冷やすことですね。まずはタオルを体にかけてあげて、もうすぐにバケツでお水をかけてもらってもいいです。扇風機ですとかうちわですとか、そういったもので風を当ててあげた方が揮発して熱を放散しやすくなりますので、そういう風にしていただくとよろしいかと思います。こんにちは。あー、なちー、あー、あー、うんうんうん、あ、わかるわかる、わー、わかります、うん、わかりやすー、あー、なちー、あ、すいません、すいません、一番初めの動画を見直してみて、わー、わかりやすいなーとかと思って、あー、これからもうまとめです。今回の動画はワンちゃんと猫ちゃんの熱中症についてのお話をさせていただきました。まずはじめにお話をしたのが熱中症の大前提ですね。その子が本当に熱中症であれば、まず自然には治りませんし、当然お家で様子を見ていただいても症状は改善することはないですね。ですので様子を見ていても良くなることがないのが熱中症ですので、急いで応急処置をしてあげてくださいというようなお話をさせていただきました。
で次にですね、その熱中症になりやすい状況と熱中症を疑う症状についてお話をさせていただきました。状況としてはですね、長時間、冷房のついてないお部屋にいたりだとか、密閉空間に取り残されてしまったりだとか、そういうような状況が熱中症を起こしうる、シチュエーションだと思います。でもう一つはですね、熱中症を疑う症状ですね、ぐったりしているとか、体を触ると熱いとかですね、呼吸が荒いですとか、この3つの症状だけでもいいですので、状況と症状がそれぞれ1つずつ以上ですね、当てはまる場合には熱中症だと思ってすぐに応急処置をしてあげてくださいっていうのをお話をさせていただきました。で最後にですね、応急処置の順番です。先ほどもちょっと例に出してお話ししたようなですね、ちょっとうんちが緩いよとか、ちょっと吐いてしまってるよ、あ、昨日何か変なもの食べちゃったかなとか、食べ過ぎかなとか、原因を考えたくなるんですが、熱中症が頭によぎったらですね、まずは応急処置をしてあげてください。体を冷やすことを一番に考えてあげてほしいですね。まずはですね、濡れたタオルで体をくるんであげて扇風機を回してあげてください。濡れたタオルを体に巻いて風を送ることで効率よく熱の放散ができます。でその間にですね、保冷剤ですとか氷を持ってきてあげて、首、脇、お股ですね、太い血管が通っているところを冷やしてあげてください。でその後動物病院にすぐ連絡をして、すぐにかかりつけの動物病院の先生に見ていただくことをお勧めします。熱中症はですね、今日お話しした応急処置よりもですね、まずは予防することが大切です。一番初めにアップしている動画でですね、熱中症の原因ですとか予防についてもしっかりお話をしていますので、そちらも合わせてご覧いただくとよろしいかと思います。今回の動画は以上です。それでは失礼します。以上、MH チャンネルでした。